東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件で広告をって大手、大行の幹部が組織委員会の元理事に賄賂を渡したとして東京地検特捜部に逮捕されました大行の幹部、谷口義和容疑者は大会スポンサーの契約業務をめぐって組織委員会の元理事、高橋治之容疑者に便宜を受けたいとの依頼をしておよそ600万円の賄賂を渡した疑いが持たれています。 また高橋容疑者や代行から資金が振り込まれた会社を経営する深見和正容疑者が受託収賄の疑いで再逮捕されました一連の事件で高橋容疑者が逮捕されるのは3回目となります特捜部は先ほどから谷口容疑者の自宅を家宅捜索しています